あんなやつ知らない。読めません、こんなの。どうして？智也君いつも早く読みたいって言ってたじゃない。先輩こそどうして俺にだけ先に見せようとするんですか？最終巻なのに。あなたが求めていたものかどうか知りたいの。この結末が、主人公の決断が、ヒロインたちの未来が。だからどうして？それによっては結末が変わるかもしれないから。そんな自信のないこと言わないでよ。それでも私は意見が聞きたいの。あなたの気持ちが知りたいの。俺は霞歌子の決断が知りたいんだよ。俺の思い通りの結末なんて望んじゃいないんだよ。もう一度聞くわよ、智也君。最終巻の原稿読んでくれないの？お断りします。俺はこの作品に責任を持てません。どうして？何も言ってはくれないの。送ってくれてありがとう。もうここでいいわ。最終巻楽しみにしててね。さよなら、リンリ君。またなんだ。え？また答えをくれないのね。やっぱここにいたね、リンリ君。トモヤです。で、何か用があるんでしょ？だからわざわざ昔捨てた女のところにのこのこ顔出したのよね。そうやって誤解を生むような言い方やめてよ。それに私今は忙しいし、あなたの思いつきの創作ごっこになんか付き合ってられない。思いつきなんかじゃない。歌葉先輩、前に言ってくれましたよね。俺にはクリエイターの才能があるかもしれないし、ないかもしれないって。そんなこと言ったかしら？というか、それって巧妙な社交辞令でごまかしてない？やっぱりあなたと物を作るのは楽しい。それを再確認した。クリエイターの世界へようこそ、秋智也君。あなたにならきっとできる。だってあなたには私を本気にさせた情熱があった。発想力と表現力が確かにあった。1年前の私はたった一人のファンのために地ヘドを吐きながら書いてた。そのしつこくて鬱陶しくて迷惑なファンを見返したくて、何度も何度も遂行を重ねて編集とぶつかって、それでも心折れることなく書き上げた。だからあなたにもそれを望むわ。これからもよろしくね。一緒に地ヘドを吐きましょう。俺の企画やってくれるの？週明けから参加ってことでいいかしら？あなたのサークル。歌葉先輩。その代わり覚悟なさい。私が参加するからには誰にも手抜きなんかさせないわよ。沢村さんが投げ出さないか心配だけどね。だからリンリ君も必死でついてきなさいよ。ああ、歌葉先輩に置いていかれないように死に物狂いで頑張るから。どうぞ。散らかってますけど。へえ、思ったより片付いてるじゃない。まごうことなきオタク部屋なのは間違いないけど。そうね、私たち初めてよね。でも大丈夫、今はそれほど緊張していないの。むしろ来るべき日が来たというか、もう逃げ場はないわよ、リンリ君。というか、我が家ではお客様に心からのおもてなしと安全なご帰宅を保証いたしますから。くそ、何よこいつ、何なのよこの女。後から出てきたくせに私のあの人を横からかっさらうなんて。殺してやる、殺してやる。愛してるのに、こんなに愛してるのに、どうして私の思いは届かないの？落ち着いて、落ち着いて、宇田川先輩。何よ、作家は恋をしちゃいけないっていうの？ファンに本気になっちゃいけないっていうの？それキャラのセリフじゃなくて作家のセリフだよね。ねえ、リンリ君。おはよう、リンリ君。なんだか気だるそうね。夕べの激しい行為の余韻に浸ってるの？私は先に行くけど、あなたはまだ寝てていいわよ。もう出るの？今日も朝から一日仕事よ。大変だな。好きでやってることだもの、何でもないわよ。開始30秒で寝ないでよ、先輩。仕方ないじゃない、私しばらく寝てるから。おやすみなさい、永遠に。おはよう、リンリ君。落ち着きなさい、もう大丈夫よ。残るはあなたの決断よ。さあ
誰を選ぶの？主人公くん？